これをやることによって炒めてもこのそうめんのコシがなくならないんですよ。ほぼ焼かないんですね。これが重要なんです。これビールがいいな俺。どうりゅうじのおにさん、料理です。料理です。ということですね、私、もうお酒が、ほどほどに入っておるんですけども、今回はですね、私のレシピの中で結構ね、最近ハマりすぎててめっちゃ出すやんっていう風に言われるかもしれないですけど、またそうめんレシピです。そうめんってものすごい優秀な食材だと思ってて、一年中食べられる食材だと思ってるんですね。春夏秋冬関係なくそうめんを食べたい、そういうところですね。僕は、今回温かいそうめんですよ。何回もやってますけども、焼きそうめん僕流行らせたい。前そうめんチャンプルーの会議やったんですけども、なかなか浸透しないということでですね、本当に今回はもうポピュラーな味付けで毎日使えるような、本当にすぐできるような、そんなですね、ネギ塩油で食べるですね、焼きそうめんでございます。これをやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料いきます。もう材料ほんと簡単。豚こま 80g、 長ネギ1/2本、 60g ぐらいでいいです。はい。で、そうめんで、そうめんはね、もう僕もいつも手延べそうめん買ってるんですけども、今回イボの糸なんですけども、あの島原そうめんとか、手延べそうめんが一番いいんですけども、手延べそうめんじゃなくても一応このやり方だったらできると思います。はい。あとは調味料は概要欄見てください。今回はですね、そうめんってやっぱ夏のイメージ強いと思うんですけど、やっぱり春夏秋冬使えるレシピっていうことで今回紹介させていただきますんで、やっぱね、春夏秋冬使えるものってなんだろうなって私考えました。私の、出した結果はこちらです。春夏秋冬使える、ドリンク、それはハイボールですね。ハイボール先生を見習わないとね。いつでも飲まれてるドリンクです。ちょっと一人で飲むの寂しいので仲間を連れてきました。達也2本目ということで、ありがとうございます。ということで2本目頑張りましょう。頑張りましょう楽しみましょう。まずね、ネギです。今回はね、このネギ塩油で食べるそうめん、これね、長ネギね、半分に切ってください。縦半分、はい、縦半分に切って、こうやって、ね、斜めに切っていくんですよ。こうやって並べて、そうするとね、めっちゃ早いんです。このネギにね、長さがありますんで、結構ね、この箸でつまみやすくて、あと熱の取りが早いっていう利点があります。はい。そうめんでやるときはね、この切り方すごくいいです。で、こっちも半分に切りますね。半分に切りまして、ね、青いとこも、もちろん使えますん で、これ並べていただいて、で、こうやって斜めに、はい、こんな感じですね。で、続きに豚こまです。パラパラとかけていきます。はい。片栗、豚こまって、僕ね、豚こまを使う場合は大体片栗粉まぶすんですね。これなんでかっていうと、片栗粉でコーティング、されるんですね。豚こまが柔らかくなります。豚こまってほら、シートすると硬いじゃないですか。はい。なんで、この 80g の豚こまに、これ豚こまちょっとでかいですね。これね、そうめんとやるのはでかいんで、これちぎります。はい。で、ちぎってそうめんと食べやすいような感じの、こう細切れね、細切れにしていきます。これは豚こまでもいいし、余ってるロースでもいいし、豚バラ肉でも全然大丈夫です。はい。片栗粉がまぶさりましたら、これもすごく柔らかい豚こまになります。なんとね、下処理これだけ。お湯沸かしておきます。お湯沸かすと同時に、フライパンも、使っていきます。うい、じゃあやっていきます。ちょっと急にテンション上がってきた。お酒飲めない方は麦茶でいいですからね。はい。ね、塩分補給大事ですからね。塩分補給じゃねえわ、これ何？何分？酒分？酒分補給。一応言っときますけど、お酒は水分にならないので、ちゃんと水飲んでください皆さん。ごま油大さじ半分ぐらい入れました。お肉なんですけども、こうね、できればね、広げて焼いた方がいいです。ちょっとダマになっちゃったりするんで、できればね、広げてください。こま肉ってね、すごい安くて、どこでもね、大体100円以下で売ってる場合が多いんですけども、ちょっと広げながらやるとかね、そういう工夫をすることによって非常に美味しいお肉になりますんで、安いからといって美味しくないわけじゃないんですね。うまく調理することによって人生が豊かになります。そしてもう一つ人生を豊かにするのがこのハイボール、私の親友です。達也飲んでる？はい。中火ぐらいで大丈夫です。はい。片栗粉をつけてるんで、ちょっとくっつきやすいんで、
ちょっとね、こうバラしながら焼いていきます。ネギね、ネギを投下します。はい、パラッと。シャキシャキのネギが好きっていう方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあ、僕はまあもうちょっと火を入れてした方が好きかな。あのしなっとなるとね、あの長ネギって甘みを増すんですよね。でここさっと炒めます。でトンチャンタンでも全然いいんですけども、ウェイパーを小さじ1ないぐらいですね、1弱ぐらいです。これ入れていきます。はい、これが味付けの要になってきます。お酒、これね、お酒とねネギとごま油非常に相性がいい。1半入れてください。はい、このスープ溶かすように全体混ぜ合わせる。はい、で長ネギがしんなりしてくるんで、そしたら一旦火止めてください。はい、そしたらそうめん茹でていきます。はい、じゃあやっていきます。あのね、そうめんを茹でる時のもうポイントなんですけども、これもね毎回僕言ってるんですけども、30秒だけ茹でるんです。炒めに使うそうめんの鉄則と、鍋に多めのお湯沸かしてください。はい、でここにもうパラパラっと、はい、そうめん入れていきます。はい、30秒だけですよこれ。手延べじゃないのを使ってる方は、30秒じゃ茹だんないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、頃合い的にはねもうね本当にね豚骨ラーメンの針金くらいですね。もう30秒経った。30秒経った。経ったらしい。もうね、あのザルに開ける。ザルに開けます。はい、でここですぐね流水で洗います。はい、30秒なんですっごい硬いですなんですけども、これが重要です。これをやることによって炒めてもこのそうめんのコシがなくならないんですよ。本当にこのやり方を覚えてください。そしたら何にでも使えますんで、炒め物何にでそうめん入れても美味しくなる。水気切っときます。軽く切っときますね。はいはい、流水で洗ったそうめん、はい、入れます。流水で洗うとね、このそうめんの小麦粉が取れますんで、非常にね絡まりが良くなります。ごま油を小さじ2杯、油をね絡ませるんです。これ火つけないです。火つけない状態で混ぜる。これでそうめんが絶対にくっつきません。そして混ぜ終わったら火つけます。まあ、焼きそうめんとは言ってるんですけども、ほぼ焼かないんですね。はい、これが重要なんです。これでそうめんが温まりますんで、温まったらもう完成です。温まってきましたね。はい、そしたら最後にリモン汁です。リモン汁、はい、小さじ1杯、ね、塩味とレモンすごく合うんで、あと胡椒。最近僕が使いすぎてこの詰め替え用の瓶に入れなくなった胡椒ですね。はい、これぐらい入れます。はい、結構入れます。全体をざっと混ぜ、そうめんが温まったらもう完成です。はい、はい、じゃあ盛り付けです。こんな感じでね、はい、ほら見て、パラッパラでしょ。そうめん、こういうねそうめんの炒めレシピって世の中にあんまり出回ってないんですね。それこそなんか沖縄のソーミンチャンプルーぐらいじゃないですかね。これうまいんですよ。これがね主食にもなるし、これまたつまみにもなっちゃうんだな。いやこれビールがいいな俺。おい黒胡椒ですね。はい、おい黒胡椒に、おいリモン、おいリモン、最高に美味しいネギ塩油焼きそうめん完成。ということでできましたので食べていきたいと思います。いただきます。麺がねほどけるんすよ、油絡めてるからですね。いただきます。うまい、最高にうまい。ちょっとレモンもいかせていただきますね。うん、おいレモンやった方がいいと思う。アジアンカフェジェネレーション、レギュラーになりましたけどもラー油です。はい、もう間違いありません。はい、ハイボール進むんじゃこれ。ああ、じゃあ早く達也。いただきます。あれちょっとバイバイですね。ちょっとあの減ってなくないですか？ちょっと絞るともう決まるんで。いただきます。めちゃです。めっちゃ爽やかですね。超うまくない？超うまい。肉柔らかいじゃん。豚こま肉ってね、パサつきやすいんだけど、すげえジューシーにしやがる。超美味しい。あ、合うね、ラー油。ほ
本当普段使いでめちゃくちゃ使えるレシピ。焼くまでは焼かないの？焼かない、焼かない。焼かないで、油と和えて、ちょっと温める、うん、だからくっつかないでしょ、うん、これ確かに。これがね、この作り方のいいところ。この作り方を知らないでやっちゃうと、そうめんがベタベタ団子みたいになっちゃって、あ、もうよくあるよ、うん、そう、そうめんは炒めなくていいかなってなっちゃうんだけど、うん、このやり方を覚えると何にでもそうめん使いたくなっちゃう。最高です。いただきます。皆様、ですか、この作り方、ほんとそうめん革命だと思います。もしね、夏場で、そうめんいっぱい買っといて余った方とか、もらって余ってる方とか、全部この方法で炒めてください。塩とネギの香りとレモンの香りがすごくこの細いそうめんに絡んでめちゃめちゃうまいんで、このレシピはほんとに試してほしいです。絶対ご家さん、絶対出てきてもらいます。ビー、いただきます。あれ、ちょっとバイバイですね。ちょっとあの減ってなくないですか？熱くてハイボールが泣いてるよ。じゃあ泣いてます、ね、確かに、うん、はい、はい、乾杯シーターら食べさせてください。